はい、皆さんこんにちは。朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今回はこちらですね、ミニッツバギーの、最新モデル、ミニッツバギーレディセット、こちらの方を開封していこうと思います。はい、それ今こちらのミニッツバギーをミニッツバギーの最新モデルとご紹介しましたが、ミニッツバギー、ミニッツとかに詳しい方からすると、いやいやいや、これはインファーノ、ちょっと古いモデルじゃないかっていうようにちょっと思う方もいらっしゃると思います。例えばそのシャーシの方でいくと、今は、一番新しい、同じインファーノででも、MB0101VE2.0、ミニインファーノセットプロポレスキットっていうんですかね、というプロポというか、プロポ的には同じものを使うんですけれども、モーターがこちらブラシモーターの、もので、その VE というのはブラシレスのモーターがついている、ものが、出ていますよと。その他にもこのインファーノの後にこういったレディセットで今一番新しいものとして、ターボオプティマミッドスペシャルだったかなが出ていて、最新っていうんだったらその2台のどちらかを言うんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃると思います。はい、ただ、なんでこれを僕が一応最新というかというと、一番最初に言ったその3種類、一番最初というか 今説明した3種類ですよね、こちらのインファーノのレディセット、それからオプティマミッドのレディセット、それから、こちらの VE モデルの、プロポレスキットの、3種類に共通しているのは、全て同じプロポで動く基板というふうになります。はい、ということで、基板的には全く同じものになります。それで、ブラシレス、ミニッツであればそのミニッツ RWD よりもミニッツエボの方が最新モデルみたいな、印象があるんですけれども、ミニッツバギーに関して言うと、その、ブラシレスモーターの方が、上かというと、一概にも、そういうふうには言えないんじゃないかなというふうに思っていて、僕がミニッツカップに出ていた時も、ブラシレスモーターが、コンバージョンキットで発売された時にはすぐ装着したんですけれども、結局は、早いは早いんですけども、ミニッツカップのような細かい操作が必要なシチュエーションでは必ずしも、ブラシレスの方が、上というような、ちょっとそういう、感じでもなかったので、割とこちらのブラシモーターのこちらのセットの方が使いやすい部分もあったので、どちらが、上とか下とか、最新とか古いとかではなく、こちらの、ミニッツのそのプロポですね、KT531P もしくは KT432PT が使える FHSS が使える基板、こちらが搭載されたミニッツバギーであれば、僕は全て最新モデルだと思い、こちらも最新のミニッツバギーとして今回ご紹介させていただこうと思っています。はい、というわけでちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速開けていこうと思います。よいしょ、よいしょ、まずはこちらですね。よいしょ、よいしょ、まずマシンです。こちらインファーノですね。ホイールが黒になっています。今までのミニッツバギーは白のホイールだったりとか、あと蛍光イエローのホイールなんかが多かったので、こちらの黒ホイールはすごくかっこいいと思います。僕の動画によく出てくれる中志さんなんて、もうこのホイール見ただけでもうなんかかっこいいと思ってくれるんじゃないかなと思います。はい、まずこちらですね。それから、よいしょ、よいしょ、おなんか、よいしょ、よいしょ、でこちらですね。はい、まず、取扱説明書が入っています。それからこれが、もうピニオンギアを変える、ものとか、あとこの先っぽ、これすぐなくしちゃうんですけど、この黒いやつ、これボディの、先っぽにつける、ものです。はい、あとは、よく入っているちっちゃいカラーパイロンとかですかね。あと、
オイルダンパー用のオイルが入っていますので、こちらオイルを、走行前にオイルを入れて調整したいと思います。そしてこちらですね、もう僕にとってはおなじみの、プロポ、はい、KT531PT ですね、はい、こちらの方、僕が今まで持っていたミニッツスポーツというものはこちらの KT531P ではなく、KT19 という、プロポでした。で、通常の MR03 系のミニッツスポーツと、ミニッツ RWD ですね、こちらの、プロポのものですとかなり、走行性能に違いがあって、こちらの、RWD 基板の方が、かなり良かったんですけれども、ミニッツバギーに関しては意外とスポーツの、ミニッツバギースポーツですねの方でもその KT19 との相性が意外と良くて違和感なく走れたので、その、KT19 の、スポーツ基板からこちらの RWD 基板に変わったこちらが、どれぐらい、進化したのか、ちょっと気になるので、この後ですね、オイルダンパーにオイルを入れて、で電池を入れて走らせたいと思います。でこちらの方ですね、このレディセットを買った場合にあと必要になってくるのがまず送信機用の乾電池ですね、こちらが4本必要になります。はい、あと走行用の電池、走行用の電池も、これと同じアルカリでもいいんですけれども、僕はたまたま、ニッケル水素電池持ってますので走行用の電池はニッケル水素電池を使って走りたいと思います。それではちょっと準備をして走ろうと思います。というわけでこちらですね、オイルダンパーのオイルを入れました。それと電池ですね、電池は裏側に入れるようになります。こちらカバーがついてますのでこういう感じですね、ここによいしょと、こういう感じにカバーがつくようになります。よいしょ、で両方ともカバーつきました。はい、それでそのこちらのオイルダンパーのこのオイルを入れる時の、一つだけちょっと注意点があるんですけれども、実はこの、オイルダンパーってあるかな、よいしょ、こちらなんですけども、こちらの下の部分のこの部分ですね、こうパチンとはめるこの、ダンパーエンドの部分がちょっと実は大きくて、この、スプリングを外そうとしてもうまく取れないんですよね。なのでこのキット標準のこのオイルを入れるとき、これ結構柔らかいオイルなのでこれを入れるときにはあまりいいやり方ではないんですけども、この、下の部分は一切分解せずに上の蓋だけを開けてもらって、でオイルを入れて、でダイヤフラムっていうあの黒い蓋がゴムの蓋がついてるんですけども、それを乗せてもらってそのまま締め込むだけでも、ほとんど、ちゃんと作ったのと変わらないぐらいの性能の、オイルダンパーになりますので、下の部分をなんかこう無理やり取ろうとするとこのスプリングが伸びちゃったりとか変形したりとか逆に良くないので、最初のこのオイルを入れる場合に関してはこの上だけをこう外してもらってオイルを入れて締める、で付け直すぐらいで大丈夫だと思いますので、無理に、全部ばらそうと思わずに、やってください。それでよいしょと、さっき本当だったらそのオイルが入ってない状態のも見た方が良かったのかもしれないんですけども、今これオイルダンパーオイルが入った状態になっています。でこれが入るとこうやってですね、こう落とした時にも割とこう跳ねずにショックを吸収してくれるようになります。これがオイルが入ってないとぷよんぷよんぷよんって跳ねてしまうんですけれども、ちゃんとショックが吸収する状態になってます。このオイルダンパーがキット標準で入っているっていうのはものすごく、すごいんじゃないかなと思います。これ MR03 ですとこのオイルダンパー1本で1000円ぐらい済みますし、オーバーランドなんかでも確か2本で、2000円で4本で4000円ぐらい確かしてたような気がするんで、そこら辺はすごく、お買い得なのかなと思います。はい、では、
次にスイッチの方ですね、行っていこうと思います。実は僕はこの RWD 基板のそのミニツバギーレディセットに変わってからやっぱり一つ、なんだろう、気になっていたことがありました。まあ、それはちょっとスイッチを入れてから検証してみたいと思います。まずは、僕はマシンの方からスイッチを入れるようにしてます。逆なんじゃないのって言われると思うんですけども、まあ、ミニッツの場合は僕はこっちから入れた方が意外といいんじゃないかなと思ってます。でスイッチを入れました。はい、ペアリングしました。動きますね。で何が気になっていたかというとこちらです。 LED チカチカ光ってるの分かるでしょうか。そうです、ミニッツバギーも箱出しの状態の時は、トレーニングモードになっているかどうか、それがすごく気になっていました。で、まあ、結果はご覧の通りミニッツバギーでもトレーニングモードになっていました。はい、今まで、トレーニングモードでミニッツバギーを走るっていう発想がなかったので、トレーニングモードのミニッツバギーがどの程度走れるものなのかすごく気になるので、この後ちょっと走らせてみたいと思います。はい、それでは早速、走らせてみたいと思います。ご覧の通りこちらはトレーニングモードになります。それではどれぐらいの速度になるのか、ぜひ注目してください。コースの方はかなり久しぶりですけれども、こちらは六条グランプリのちょっと並びにして、走ってみたいと思います。それでは行きます。あ、一周回っちゃった。こうだったかな。こうですよね。はい、もう今全力ですね。全力っていうかもう握りっぱなしですね。握りっぱなしでいけてます。うん、楽しいですねこれ。結構なんだろう、遅すぎるんじゃないかとか思いそうな感じですけども、いやこれ逆にいいですね。これなんだろう、やっぱりサスペンションがあったりとかなんかそういう影響があるんですかね。なんかこう動きがミニッツレーサーとまた違った動きがなんかちょっと感じられていいですね。ミニッツバギーってやっぱある程度オプション入れて、でスポンジタイヤじゃなきゃ走れないんじゃないかみたいなちょっと思い込みがあったんですけども、ドノーマルの箱出しで全然走りますねこれ。いやちょっとびっくりです。はい、でも、まあ、このままだとちょっと、まあ、ある程度飽きちゃうかなっていうか、僕ぐらいある程度も慣れた人だと、まあ、もうちょっと、早い状態でも試してみたいですので、次は、トレーニングモードを解除して、ノーマルの状態で走ってみたいと思います。解除の仕方はアクセルを握ったままですね、スイッチを入れる。そうすると、はい、LED が今度はつきっぱなしになってます。で、今の状態がトレーニングモードを解除した状態になりますので、まあ、この状態でどれぐらい走れるのか、ちょっとまだ僕も初めての体験なんで、ちょっと不安なんですけれども、ちょっと様子を見ながら走ってみたいと思います。ジャイロもついてないですし、まあ、タイヤもそのままなので、まあ、どこまで走れるのかちょっと楽しみですね。では外周回ってから、2周目から六条グランプリのコースに入っていきたいと思います。行きます。まだフルスロットル入れてないですよ。でも明らかにさっきより速いですね。ここら辺からちょっと行きます。あ、今もうフルスロットル今入れました。これ今入ってますよフルスロットル。これ意外とこれ面白いんじゃないかなこれ。おお、びっくりした。これいいんじゃないですか。結構やっぱりちょっとリアタイヤのグリップが若干不安なのかグッと入ってきちゃいますけど、ちゃんと走ればこれいけますね。おう、まあ初心者の方にはちょっと難しいかもしれないですけども、なんだろう、ある程度慣れた人にはこれすごい面白いし練習になるかもしれないですね。これなんだろう、こうグッと入ってきちゃうのを入らないようにこうする
走りっていうんですかね、すごいすごいスムーズ、なんだろう、RWD 基板がいいんですかね、ちゃんとまっすぐ走ってますもんね、ダノコリとかも全然しないですよ。これだけ走るんだったら、これミニツバキ全然ありかもしれないですね。これすごい、ちょっとびっくりしました。で、まあ、速度の方は、まあ、ノーマルモーターの、ノーマルの一番最初のピニオンになるので、まあ、速度の方はまあこんなものなのかなと、はい、でじゃあせっかくなので最後に一つだけ、ここにデュアルレートって言って、ステアリングの最大角を絞れる機能があるんですけども、ちょっとここだけ絞って走ってみたいと思います。ちょっとリアが巻き込み気味だったので、ステアリングのデュアルレートを絞ると、なんだろう、ステアリングの機敏さが減って、走りやすくなるんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみます。それでは行きます。あ、やっぱりグリップは若干足りないかな。次はちょっとジャイロも試したいですね。でもすごいいいですね、これ。ちょっと予想以上によく走るんでちょっとびっくりしますね。ノーマルのタイヤでこんだけ走るんだ。最近僕がよくブログでもよく紹介してるんですけども、声優の小野坂昌也さんがこのミニツバギーをすごく今動画の方で取り入れてくれて、今この状態が多分動画の小西さんが多分これと同じマシン買って、多分今同じ仕様になってるんじゃないかと思うんですけれども、あ、確かになんか動画見ててすごい綺麗に走ってたんですけども、あ、これだったら確かに走れますね。これ全然ダノコリとか気にならないですね。僕が今までミニッツカップに出てた時にダノコリとかすごく気になってたのは何だったんですかね。基板が良くなって気にならなくなったのか、それとも組み方が良くなかったのか、あとはパワーソースがもっと速くなってくると、なんだろう、もっとこう握った時に挙動が乱れたりとかっていうのがあるのかとか、まあいろいろあると思うんですけども、まあ、今日箱出しでやった限りではものすごく面白いですね。じゃあ最後にもう一度トレーニングモードに戻したいと思います。トレーニングモードの戻し方はこちら、プロポを、バックの方ですね、バックの方に入れていただいてスイッチを入れる。そうするとペアリングした時に、はい、今ペアリングしました。でチカチカしてますよね。この状態がトレーニングモードになります。はい、ではトレーニングモードで走ってみたいと思います。これ今全開に握っています。全開で握っていますけれども、この状態であればもう全然、リアが滑るとかそういうことはもう一切なく走れますね。これはこれでこの6畳ぐらいの、スペースがあるのであればかなり練習になりそうですね。なんかミニッツバギーは壊れるっていうようなイメージがすごくあったんですけれども、この速度域、あとはまあトレーニングモードを解除したノーマルでも、箱出しの、ブラシモーターの標準ピニオンぐらいの速度域であれば、そんなになんだろう、すぐ壊れるってことはひょっとしたらないのかもしれないですね。やっぱり僕はレース仕様で出てたので、割と、速度を早めの方で走っていたので、まあ、あとはそのウレタンっていう、結構グリップの高い路面で結構転びながら走ってたので、ひょっとしたらまあそれでマシンに優しくなくて結構マシンに負担がかかってダメージとかがあったのかもしれないですね。いや、これすごいよく走るんで、これがあと2台とか3台とかでレースしたら、いや、これは相当面白そうですね。ちょっと僕の、亀仙流初心者の会の友達でも、こちらのミニツバギーを持ってる人結構いますので、機会があったら今度はみんなで、走らせてみたいなと思いました。はい、というわけで、こちらミニツバギーの方ですね、シェイクダウン箱出しでしてきました。ですね、ちょっと予想以上に、よく走るので正直驚いています。箱出しの状態だと
なんだろうな、もうちょっとこう走らないっていうか、うん、なんかダノコリとかがしたりとか、なんか結構いろいろ不安があったんですけれども、そんな不安全然なくちゃんと走ったのがすごくびっくりでした。はい、何をそんなにびっくりしてんだとかって言われそうなんですけども、昔からミニツバギをやってる人はやっぱりダノコリとかはすごく、なんだろう、ちょっと悩んできてたところだったので、そのダノコリとかが本当なくちょっと思い通りに走れたのは本当に良かったです。でちなみにこちら中の方は、まあ、こういう風になっています。はい、もうなんだろう、こう見た目自体もすごくかっこいいですよね。この、形っていうんですかね、こういう作り自体もこのサスアームとかの作りとかもすごくかっこいいですよね。うん、やっぱり強小の石川さんが本当にこだわって作っただけあって、ミニツバギーっていうのは本当に、いい、マシンなのかなっていうふうに思います。で今回先ほどですね、走った時に、今回はジャンプの方しなかったんですけども、まあ、なんでジャンプをしなかったかっていうと、まあ、理由は一つですね、マシンが壊れてしまうかもしれないというのがちょっとあったので、今回はジャンプの方はやめました。はい、でどこの部分が壊れるかというと、ここの部分ですね、このフロントの部分が実はミニツバギーっていうのはすごく弱くて、なんていうのかな、この全部分解してシャーシの状態にすると分かるんですけども、ここの部分の付け根がすごく細い作り、華奢な作りになってるんですよ。なので着地の時にこうなんかこうバギーっていうのを、まあこれは宿命なんですけども、結構このサスアームの関係ですごくこう長いんですよね。長いのでこの部分からこう下から着地しちゃった時に、やっぱテコの原理でこの付け根のところにものすごく負荷がかかるんですよね。でそこの負荷がかかった時にバキッて折れてしまって、もうシャーシが真っ二つになるっていう事例がものすごくありました。はい、でそれをやってしまうと、もうほぼカンバラしてシャーシ交換をしなきゃいけないっていう、 ものすごく大変なことになってしまうので、やっぱりその箱出しで今回走らせたばかりなのにそういう状態になるのはちょっと困るなということで、まだ、ジャンプはしませんでした。はい、それでそれを、まあ、なんだろう、防止するためにここにアンダーガードっていうパーツが一応出てるんですよ。多分金属パーツじゃないので、生産終了にはなってないと思うんですけども、まあ、そちらの方を、まあ、つけたら、ここが壊れる心配はほぼなくなるので、まあ、そしたらちょっとジャンプもしてもいいのかなとは思いつつ、まあ、今度ここは大丈夫になると、まあ、ドッグボーンとかが今度、壊れやすいのかなっていうのもあるので、まあ、バギーだからといってむやみやたらにジャンプなんかしないで、さっき平面走ってただけでもすごく楽しかったので、まあ、しばらくは平面でもいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思っています。はい、で先ほども言いましたけども、今回使用したタイヤ、こちら見てください。箱出しなので、このゴムタイヤなんですよね。ゴムの、ピンタイヤ、こちら見た目は何だろう、10分の1って10分の1とかのオフロードカーについてるタイヤっぽくて、ものすごくグリップしそうな感じがするんですけども、ゴム質がすごく硬くてですね、結構グリップしないんですよ。これスポンジタイヤに比べたらもう全然グリップしないタイヤですけども、今日走ったぐらいの速度域でしたらこのタイヤでも全然よく走りました。パンチカーペットの、広いコース、先ほども、走ってる時に説明しましたけども、小野坂雅也さん そのニューヤング、TV かな、で、走ってたあのコースとかでこれで走ったら多分同じような感じですごく楽しく走れるんじゃないかなと思って、あのコースで走れている、小野坂さんとか、小西さん、すごく羨ましいなと僕は思いました。はい、というわけで今回はこちらの、ミニツバギーの方を使って、箱出しの状態でどのぐらい走れるかということをちょっと試してみたんですけれども、思った以上によく走るという結果でした。はい、今ですとオプティマミッドが、売ってるか売り切れちゃったぐらいな感じだと思うんですけども、ミニツバギー気になっている方はもう箱出しで
まあまあよく走ると思うので、どうしてもこう速度を速く速くっていうふうに思いがちなんですけども、まあ最初はまずこの箱出しの状態で、この状態で走っていただくと非常にバランスが良かったですので、この状態でまず楽しんでみてください。で、特に初心者の方は一番最初はトレーニングモードでぜひ走ってください。でトレーニングモードで、もうミスなく走れるようになったら、その時ようやく、トレーニングモードを解除すると、なんかその時は結構ちゃんとコントロールができるようになるので楽しいんじゃないかと思います。はい、よいしょ。はい、というわけで今回はこちら、ミニッツバギーレディセット、ミニッツの最新版のミニッツバギーですね、こちらの方の、箱出しをちょっと試してみました。それでは。